はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ディズニーモータースドリームスター3ミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはディズニーモータースドリームスター3ミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションです。で、このタイプはセブン&アイオリジナルの販売店特別仕様になってます。正面の方から見ていくとこんな感じだね。グリル周りのところもすごく細かく作られてて可愛いね。で、中央の部分にはミッキーのエンブレムがプリントされてます。で、ボンネットからルーフにかけてはこんなデザインになってます。で、運転席側を見てみるとこんな感じだね。この部分に10周年のロゴとドリームスター3のプリントがされてます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じです。ナンバープレートのところは MM1118 ってプリントされてるので、これはミッキーの誕生日かな。で、助手席側を見てみるとこんな感じだね。基本的には運転席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくと後ろのこの部分にはミッキーのデザインが立体的に表現されてあります。で、ルーフの部分のこの辺りもミッキーのデザインになってるのかな。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、タイヤの側面もホワイトで塗装されてるんだね。すごくかわいいね。で、後ろの方はドリームスター32017年のシャーシーになってます。で、ボディカラーの方はホワイトの部分が、これはパールホワイトになってます。で、レッドの部分はメタリックのレッドだね。すごくこのゴールドのラインがすごくゴージャス感が出て可愛らしいです。で、ちゃんとミラーもついてるんだね。でも、こっち面はシルバーでは塗装されてないんだね。で、こうやって見てみるとこの曲線のラインとかすごく可愛らしいね。複雑なボディ形状がしっかりと作られてあります。で、このトミカとセットになっているのがこれだね。ミッキーマウスのオーナーズキーです。この部分にはディズニーモータース10周年っていうプリントがあって、新数2008、10周年アニバーサリーってプリントがされてます。で、中央のこの部分にはミッキーがプリントされてるね。で、裏の方はこんな感じになってます。で、これも結構重量感があるね。はい、こんな感じでディズニーモータースドリームスター3の同じ車種を2台並べてみました。このブルーの方は以前発売されたセブン&アイオリジナルのドリームスター3だね。こんな感じで形は同じだけどボディカラーの違いでスポーティーさがこっちはあって、こっちの方はちょっと優雅さが出てるのかな。シャーシの部分のカラーも違ってます。箱の方は正面のパッケージにトミカとオーナーズキーの写真だね。で、この部分にディズニーモータース10周年のロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じだね。この部分にディズニーのライセンスシールが貼られてあります。で、パッケージの中の方を見ていくとディズニーモータースは2018年10周年を迎えましたって書いてあります。で、ドリームスター10周年のアニバーサリーエディション、以前発売されたのはこっちだね。で、今回のモデルがこちらになります。違いはっていうと、まず車種が違うんだね。こちらの方がディズニーモータースのドリームスターで、こちらの方がドリームスター3になるんだね。で、オーナーズキーのカラーとデザインが違ってます。中はこんな感じだね。はい、今日はディズニーモータースドリームスター3ミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションの販売店特別仕様を紹介しました。で、トミカはトミカでもやっぱりディズニーモータースってなるとすごくデザインが可愛いね。で、今回のこのモデルは少し優雅な気分を感じた一台だったと思います。
で、この曲線のボディ形状と塗装の光沢感がすごく似合ってるね。ゴールドのラインもアクセントになってかっこいいです。で、このモデルはセブン&アイオリジナルになるので、オンラインショップのオムニセブンか最寄りのセブンイレブンで購入することが可能です。でも限定バージョンになるので少し早めにチェックした方がいいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。